知事の不信任決議とは、不適任を理由に信任しないと意思表示をすること。地方自治法178条では、地方議会の議員の3分の2以上が出席して4分の3以上が賛成すると不信任決議ができる。市長は通知を受けてから10日以内に議会を解散することができ、議会を解散しない場合、または、 解散後の初めての議会で3分の2以上の議員が出席し過半数が賛成し再び不信任決議され通知があった場合市長は失職するという規定がある。